マシュー・ロバート・ボナーは、ニューハンプシャー州コンコード出身の元バスケットボール選手。NBA のサンアントニオスパーズで2007年、2014年の優勝メンバーだった。ポジションは、パワーフォワード、センター。ニューハンプシャー州コンコードで生まれ、コンコード高校に入学し、学業で優秀な成績を残すとともに、アスリートとしては、バスケットボールチームを3州チャンピオンに導く活躍をした。フロリダ大学在学中、ボナーは通算1570得点、778リバウンドを記録し、165本のスリーポイントフィールドゴールを決めて6つのカテゴリーで、大学歴代トップ10に入る活躍を見せた。学業においても非常に優秀で、GPA は 3.96。2002年と2003年のアカデミック、オールアメリカンチームに選出されている。イタリア大学卒業後、2003年の NBA ドラフトで、シカゴブルズより2巡目45位で指名されて、NBA 入り。ドラフト直後に、トロントラプターズに交渉権が移動した。トロント首脳陣は、ボナーの才能を認めながらも、当時チームのロスター枠に、ボナーを入れられるゆとりはなく、イタリアリーグのシチリア・メッシーナに送り込んで、若きボナーを育てることにした。シチリアでは、サルモネラ菌に感染して40度を超える高熱を出したり、住居のアパートでは、お湯が出なかったり、チームが倒産して給与が支給されず、選手が次々とチームを離れていくなどの苦労の中で、平均 19.2 得点、9.3 リバウンドの大活躍を見せた。トロントラプターズ2004年、トロントラプターズと契約したボナーは控え選手として、全82試合に出場。平均 7.2 得点を挙げ、彼の頭髪の色と、トロント交通局の公共交通機関をよく利用していたことから、レッドロケットの愛称で呼ばれるようになった。2005年は78試合に出場。平均 7.5 得点、3.6 リバウンド、フィールドゴール成功率 44.8%。3ポイント成功率は NBA 全体で14位にランクされ、ラプターズの中でも3ポイントの名手として知られるようになった。サンアントニオスパーズ2006年6月21日、エリック・ウィリアムズ、ラドスラフ・ネステロビッチの2巡目指名権、現金とのトレードにより、サンアントニオスパーズに移籍。2006から2007シーズンは56試合に出場し、平均プレータイムは 11.7 分ながら 4.9 得点をマークし、スパーズの NBA ファイナル優勝に貢献した。2008年、チームはロバート・オーリーと契約更新せずファブリシオ・オベルトを怪我で欠き、さらにマヌジノビリやトニー・パーカーらのエースガードが、相次いで戦線を離脱したことで、得点力のあるボナーに、先発の座が回ってきた。シーズンを通しての3ポイント成功率、440はキャリア最高の成績であった。2010から2011シーズンは66試合に出場。3ポイント成功率 45.7% は、NBA 全体で1位にランクされ、初の個人スタッツリーダーとなった。その後は、ティアゴ・スプリッターの成長や、ボリス・ディアウの加入などで、出場時間が減少していたが、2013から2014シーズンは、プレーオフ自身最高の22試合に出場し、自身2度目の NBA 優勝を経験した。2015年7月1日、フリーエージェントとなり、15日に再契約を結んだ。現役引退へ2016年夏、FA となり、スパーズとの再契約を望んだボナーだったが、希望が叶わず、2017年1月6日、バスケットボール界からの引退を表明した。ロングレンジを得意とする、ピュアシューター。ゴール下のディフェンダーを外角まで誘い出すストレッチ4。パス回しの中継点を確実にこなし、ターンオーバーも少ない。ディフェンスでは、スクリーンへの対応の確実さや、ファウルの少なさが特徴である。一方で、運動能力は、並以下で、インサイドのリバウンド争いには弱い。バスケットボールレファレンス。ありがとうございます。